店員さん、こっちもお願いします。せやな、どれも美味しそうで迷ってんねん。店員さんのおすすめとかあらへんの？ほな、それで。あ、それと最後に大事なもんを。かわいいかわいいひーさんの笑顔、一つください。久しぶりやな。元気しとった？久々にひーさんの顔を拝めて僕幸せやわ。ひーさん、ずいぶんあの店に馴染んどったな。その制服もめっちゃかわいいやん。めちゃめちゃ匂っとるで。ちゃうちゃう、今回来たのは様子見や。そりゃ大事な大事なひーさんがいなくなったら困る人なんてぎょうさんおるしな。知っとるで。様子を見て判断するってのがおかみさんからの命令や。せやから今は見逃されてるっちゅう話やな。ちなみに今日僕が来たんは誰の命令でもなくて、ほんまにひーさんの顔が見たかっただけで。それにほら、ひーさんも僕らのこといろいろ引っかかってたやろし。あの時はほんますみませんでした。まさか、僕はそこまで器用やないです。まあいずれは正式に迎えに来なあかんけど、今はひーさんの好きにしたらええよ。ああ、もうひーさんは可愛いな。そりゃあひーさんが可愛いからに決まってるやんか。シンデレラさんに見られとるんや。このままじーっとしとき、僕と君が関係してるってバレたらあそこにいられなくなるで。あれ、バレた。おい、そこで何してる？こいつはうちの店員だ。
ちょっかい出さないでくれませんかね、お客様。兄ちゃん怖いな。別にちょっとくらい触ってもええやんな。うちはそういう安い店じゃねえんだよ。おい、行くぞ。バイバイ、またな。あんた、あいつと付き合ってんのか。じゃあ好きだったのか。聞こえたんだよ、好きだとかどうとか言ってたじゃねえか。あんなヘラヘラした野郎のどこがいいんだ。趣味悪いな。ああそうかよ、ならあいつのところに行けばいいだろう。怒ってねえよ。ただ俺の店の従業員が休憩中に男に誘われてフラフラしてるのが気になっただけだ。サボられたら困るからな。せめて追いかけてきたって言えよ。たまたま通りかかっただけだ。大体あんたがヘラヘラしてるから勘違いするやつが出てくるんだよ。10点の笑顔でほだされる安くてバカな男であんたは満足なのか。お前は悪女か。扱いやすい男なんかつまんねえだろ。ガキのくせに。そういうセリフはもっと色気が出てから言った方が説得力があるんだよ。このビッチゲとか言われてんのか。あっそう、もちろん100点に決まってるだろうが。40点だ。そこで喜ぶのかよ。おい、行くぞ。出たよ、アリスちゃん。アリスちゃんがいないと困るよ。ちっとも注文取りに来ないしさ。二人してどこに行ってたんですか。早く手伝ってください。僕たち二人だけじゃこの人数さばききれません。
近風情が調子に乗りやがって。金さえなければこっちだって付き合わないわよ。こんな夜更けに何をしてるの？別に何も。お前は？別に何も。ほら、俺が入れた紅茶だ。飲めよ。どうせ喉が渇いて水でも飲みに来たんだろ。別に毒なんか入っちゃいねえよ。知ってる。あいつ毎日お前の分の飯までちゃんと用意してるぞ。それも知ってるけど、だからといってどうすることもできない。まあお前の好きにすればいいさ。別に無理をする必要なんじゃねえんだからな。うん。二人してお茶会ですか？僕を誘わないだなんて兄弟なのに水臭いじゃありませんか。めんどくさいのが起きてきやがった。失礼ですね。僕にも兄さんの入れたクソまずい紅茶をください。お前は一言も二言も多いんだよ。ほらよ。どうも。久しぶりですね。こうして三人集まってお茶を飲むだなんて。まあな、今はあいつがいるからな。彼女が来て2週間。短いようだけど長い間一緒にいるみたいに馴染んでる。確かに彼女の存在は大きいです。炊事に洗濯、店だって彼女が主導で動いてますから。うん、彼女はよく働いてる。面倒なので率直に言いますが、彼女どう思います？変わっているね。俺もほぼ同意見だ。それに加えて何を考えているのかわからない。じゃあ僕は口達者で生意気も追加で。これじゃまるでいいとこなしだな。でも言い方を変えればミステリアスで頭がいいになる。おお、一気にいい女っぽくなったな。兄さん、いつまでこんな茶番を続ける気？茶番？この2週間のことですよ。具体的には彼女をここに置いてやる気もなかった喫茶店をやり始めたり。そんなの飽きるまでだよ。だったら彼女が自分の正体を明かした時が終わりというわけだ。シンデレラ兄さんが彼女のことを気に入っているのは彼女が謎めいているからじゃないんですか？彼女がミステリアスでバカじゃないから兄さんは彼女に惹かれる。はあ？惹かれてねえよ。ならなぜ彼女を連れ戻しに行ったんですか？あのチャラそうな関西弁と親しげな様子でしたけど。教育的指導だ。経営者としては当然だろ。その割にはイライラしてたね。煩わしいのが嫌いだからな。まあそういうことにしておいてあげますけど、彼女の化けの皮が剥がれた瞬間、あなたは勝手に幻滅するんでしょうね。そうかもしれねえな。そりゃ俺は楽しいことが好きだからな。あいつが俺に刺激を与え続ける限り俺は退屈せずに済む。バカか利口かと聞かれたら、あいつは利口な方だ。だからこそ、言わない。喋らない。だがな、そんなことは永遠には続かない。永遠なんて、存在しないんだからな。あいつにほだされてるのは、俺じゃなくて、お前らだろ。じゃあな、あんまり夜更かしすんなよ。
明日もしっかりと働いてもらうからな。だって見透かされてるよ、グレーテル。やっぱりこの紅茶まずいな。一度本物を知ってしまえば偽物は口にできなくなるさ。またサンドイッチか。相変わらず使えんやつだ。トラップを仕掛けるとはな。それをトラップと言うんだ。最低最悪腹黒性悪女。いいか、僕は君のそういう基本小賢しくて小ずるくて自分本位なところがとんでもなく嫌みったらしくてたまらなく大嫌いだ。おい、いきなり話すな。おかげで僕の鼻が潰れるところだった。謝罪と賠償を要求するぞ。君は相変わらずウルトラ級のバカだな。大丈夫なわけないだろ。大体な、謝って済むなら警察や司法はいらないんだよ。というわけで賠償は、そうだな、とりあえずここにある朝食を置いて君が僕の前から消え去るだけでいい。これで許してやるんだから安いもんだ。まったく、本当に僕は人がいい。あー、くそ、鼻が痛い。離せ！掃除などお断りだ！何度言ったらわかる！君は本当にバカだな。それが答えだとなぜ気づかない。少しでも気があったらとっくの昔に返事を出しているに決まっているだろう。それともあれか、わざとか、わざと気づいてないふりをして僕に嫌がらせをしているのか。本当に君は心底性格が悪いな。全く感心するよ。第一、僕が汚部屋に住もうが君には関係ないだろう。分かったらとっとと朝食だけ置いて出ていけ。なら僕の部屋が汚部屋であるという証拠はあるのか。あるなら提示してみろ。またお得意のエリクスか。君と不毛な議論を交わす気はない。いいか、この部屋の世帯主は僕だ。たとえ大家でも特別な条件下でなければ勝手に部屋に入ってはいけないという決まりがあるんだよ。嫌だ、以上だ。ほら、答えたぞ。さっさと手を離せ。それが君の本音だろ。認めたな、腹黒。余計なお世話だ。いや、違うな。迷惑なんだよ。あと思い出したが、最近ちょっと朝食に手を抜きすぎじゃないか。朝食が店の余り物だということに僕が気づかないとでも思ったか。言い訳ないだろうが、君はバカか。いくら僕がパンを愛するパン党パン派だとしても、こう毎食毎食サンドイッチを出されれば飽きるに決まっている。料理の手抜きは万死に値する。僕に
に離党しろというのか、ここに来て鞍替えしろというのか。誘惑するな。僕は温かい団らんとか共同作業とかそういうものが大嫌いなんだ。みんなで仲良くいただきますとか言いたくないから、あえてのぼっち飯を選択しているんだ。死ぬからな。僕をその辺にいる BMI 指数20以上のデブどもと一緒にしないでくれ。僕は全国の乙女が聞いたら発狂するくらいの、どれだけ食べても運動しなくても太らないスマート体型だぞ。バカめ、痩せて見えるモデル体型は18から19が基本なんだよ。それ以下はキモいし、それ以上は僕にとってデブだ。それはあれか、兄、僕があれだと言いたいのか。そりゃ僕は平均より若干、いやごくごく微妙に少しだけ足りてないかもしれんが、僕の体は未だ成長過程にある。やはり君は僕の敵だ。早く話せ。そう言って油断させる気だろう。君の浅はかな策略などお見通しなんだよ。おい、朝っぱらから何やってるんだ。あ、なんだ、意外に綺麗じゃねえか。意外には余計だ。僕が掃除もできない、片付けもできない、何も捨てられないダメ人間だとでも思ったのか。君の考えなどお見通しだ。どうせはいオアイエスとか肯定しか君の選択肢にはなかったんだろ。ああそうだ、君はそういう嫌味な人間だ。おいおい、後ろにカッコ棒をつけ忘れているぞ。カッコ嘲笑。だいたいこんなことになったのも全部君のせいだ。やっぱりあの時嘘をついていたんだろ。何がせーのだ。危うく君に騙されて手を離して鼻ペチャのヘチャムクレにされるところだったぞ。じゃあこの件はいわゆる不可抗力というやつか。異論は大いにあるが、まあこの際何でもいい。いいか、二人で口裏を合わすぞ。これはあくまでも不幸な事故だったんだ。あいつにはそれで押し通す。よし、そういうことにしよう。つうかお前ら、さっきから好き勝手にギャーギャー騒いでいるが、この状況理解してんだろうな。ごめんなさい。とりあえず彼女が嫌がる僕を無理やりどうにかしようと扉をこじ開けたんです。悪いのは彼女です。してくれるんだよこれ。弁償。できるのかよ。それ、元は俺の金だし、巡り巡って俺に返ってくるわけか。まあいい。とりあえず、体で返すってことだな。愛が生じる言い方だな。まるで借金の方に売られていく町娘を彷彿とさせるスケベ発言だ。セクハラで訴えられるぞ。お前もだよアリス。僕がなぜ君に体を売らなければならないんだ。うわっ、ゾワッときたぞ。ゾワッと。じゃあた
労働力で返せってんだよ。はい。もう一度ぶん殴られたいのか。すみませんでした、シンデレラさん。ったく。なあ、そういえば扉の話だったな。そういえば、やっぱり君にとって扉のことなどどうでもかい。まあいい、とりあえずこれは貸しだ、許してやるよ。まあな、俺って優しいだろ。だろう。まあこれは貸しだからな、貸しはいつか返すもんだ。いいか、俺が返せって言った時に返せよ。これはあんたたちに対する俺の切り札だ。まあな。とりあえず放っておけばいい。その扉、もともと立て付けが悪かったんだよ。騙したのか。騙してはねえよ。ただ事前に言ってなかっただけだ。詐欺だ。俺の家を壊したことは事実だろうが、あんたらがくだらねえことをやらなけりゃ外れなかったわけだしな。いいか、これはあくまでも貸しだからな。毎日あんたらと一緒にいれば、こっちもこっちでいろいろと対策を取るんだよ。まだだ、まだ貸しを作ったわけじゃない。要はこの扉を直せばいいんだろ。おい、そっちを持て。二人で直すぞ。簡単だったのに、開き戸じゃな。あ、やめだやめ。おい、アリス。あんたじゃねえよ。お約束なボケをかますな。お前だよ、お前。そこのふんぞり返ってるお前だ。何開き直ってんだ。なあ、もういいよ、借りで。はいはい、借りはいつか返すんだろ。返す返す。相変わらず腹立つ言い方しかしねえな。君たちの目は節穴か。僕に体力仕事など向いているわけないだろう。第一、僕は朝食もまだ済ませていないんだ。腹が減っては戦もできぬということわざもあるだろう。嫌だ。ここが君の部屋か。少女趣味だな。今はいいかもしれないが、これが20代後半の独身女にでもなってみろ、途端に虚しくなるぞ。ましてや30オーバーなんぞ話にならんな。いかにも男にモテない売れ残りの部屋だ。ヘドが出る。そうやって自分を甘やかすから婚期が遅れるんだ。どんなに容姿が良かろうと悪かろうと、ババアの少女趣味は痛い。ちなみにこれに
片付けられないがつくと倍率ドンだ。俺はなんだ。ガラス細工か。へったくそだな。よほど才能がない手先が不器用な人間が作ったのだろう。かわいい。これのどこがかわいいんだ。君の目は節穴か。それともあれか、いわゆるキモかわいいってやつか。理解しがたいな。大体僕はハトという生物が嫌いでね、平和の象徴だとか言われてるが、あんな群れをなして糞害を撒き散らすだけの生物のどこが可愛いのやら。おまけに人に慣れたハトは遠慮なく、人をバカにしてる態度が君を彷彿とさせてなおのこと腹が立つ。あ？僕が知るか、作った本人に聞けばいいだろう。悪かったな、下手くそで。あれ、僕下手くそって言ったかな。随分と前衛的な作品だとは言った気がするけれど。別に取り繕わなくてもいい。これが人から見ればただのガラクタだってことは俺だって知ってる。ああ、ほんとど下手くそだな。かろうしてこれがハトだと判別がついたが、基本的に才能がない。ただ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 。おい、こら、言ってることとやってることが違うぞ。きっと、おい、言い方ってもんがあるんだよ。大地、これはただの趣味だ。趣味に才能はいらねえだろ。趣味に才能があったら実利が取れる。これ以上の幸せはあるまい。そうとも限らねえぜ。好きなことをして儲かるかどうかはわからない。そいつの腕次第か、職業によるだろう。だろ？だから俺は絶対に手を出さない。憧れない。趣味はあくまでも趣味でしかねえんだよ。そういうものだ。で、これはなんでハトなんだ？造形が簡単だからだろう。なるほど。いかにも単純、短絡、単細胞な君らしい選択。ことが分かってたから言わなかったのに。ってこんな時間だ。おい、店の準備をしないと間に合わねえぞ。行くのか？別に君がどこに行こうが何をしようが僕に関係なければどうでもいい。ただ、君が僕の部屋の扉を壊したことは、僕にとって大いに迷惑であり、とんでもない損害だ。なので、とりあえず僕の部屋の扉が直るまでここにいさせてもらうぞ。ああ、ちなみに言っておくが、君と共同生活を送る気はみじんこほどもないので、くれぐれも勘違いしないでくれたまえ。あくまでも、僕は一時避難として、このメルヘン部屋に仮住まいするだけだからな。
バカだな。僕が君の事情など知るわけないだろう。とりあえず鍵を閉めてやったので、入りたければ速やかに早急に素早く修理に取り掛かるようにするんだな。あまり時間がかかるようなら、君の大事なものを粉々にするお手伝いをしてやる。せいぜい頑張れ。露骨に見たいですアピールしてきやがって。さっきからガラス細工とにらめっこしてるけど、どうしたの？それって、つまり製造方法を見学したいってこと？なんだよ。みたいなの？お、グラスじゃなくて。それなら、その辺の棚にたくさんあるじゃないですか。頭大丈夫ですか？本当に大丈夫ですか？兄さんにこき使われて疲れたんじゃないですか？少し休んだ方がいいと思いますよ。ほう。なんだよ。言いたいことははっきり言え。気色悪いんだよ。やっぱダメだ。今日だけで何回目があったことか。ああ。あんなガラクタなんかを大事そうにして、この鳥はセキレイといって、つがいの鳥なんだ。つがい？雌雄がいつも一緒の鳥、つまり夫婦ということさ。
この国の昔の名前では確か神様がこの鳥の動作を見て夫婦の道を知ったという神話に由来しているそうだ。この鳥はいつも一緒なんだ。だから片方だけではなく両方大事にしてあげなさい。うん、大事にする。そしてお前の前に大事な人が現れた時、そのつがいの鳥の片方を渡しなさい。そうすればもう二人は離れ離れになることはない。何やってんだ。なら、わざわざ自分でやらずにその客に頼めばよかったんじゃねえの。業者に頼んだ方が早かっただろう。ただより高いものはねえって言うけどな、失敗したらどうすんだ。パンツ見えてるけど。いや、面白いなーって。あんたも人並みの羞恥心はあるんだな。んな布地が薄いズボンなんてあるか。あれじゃわからん。恥ずかしがるなよ。だいたいあんたは初日に上も下も見せてんだから、今さらパンツの一つや二つくらい。今だから言うんだよ。笑うだろう。いつも涼しい顔してるやつが顔を真っ赤にして取り乱してりゃな。てっきりわざと見せてんのかと思った。はいはい、そんな恥ずかしけりゃ降りればいいだろう。
リス！な、まあな。ドンキのようなものっつうか、ドンキそのものだろう。で、勤務先の店長をムカついたから殺したってか。笑えない冗談だ。人をガキ扱いすんな。大丈夫だよ、このくらい。かばったんじゃなくて、あんたが俺の上に落ちてきたんだよ。で、あんたはいつまで俺に覆いかぶさってるつもりだ？どうした？足をひねったのか？しょうがないやつだな、あんたは。部屋ではしゃぐからだ。ほら、ここでしばらくおとなしくしてろ。誰がお姫様だ。ほら、足出せ。痛むか？腫れてはいないな。変な風にひねっただけか。バランスを崩したヒロインがヒーローに助けてもらう。それでその後に手当てをする。寒っ。パンツ見られた時よりも。開き直りやがった。ま、これくらいなら湿布でも貼っておけば大丈夫だろう。足が小さいんだな。ああ、あんたの足ならどんな靴でも似合いそうだ。俺もそんなこと人に初めて言ったからな。ガラスの棒をバーナーで溶かしながら、ピンセットで形を整えていくんだよ。ま、地味な作業だ。簡単なもんならな。やりたいのか？
物好きなやつだな。秘密だ。だったら、完成したら真っ先に見せてやるよ。できるかどうかわかんねえけどな。あ、なんだよ。ま、あれだけ露骨にアピールされればな。別に閉めたっていいんだぜ。わかってるじゃねえか。なんだよ突然。随分と塩らしいじゃねえか。怪我でも痛むのか。少し？だいぶの間違いだろ。自分のことよくわかってんじゃねえか。そりゃ。ま、あんたのそういうところは割と嫌いじゃない。別に迷惑だとか思ってねえよ。あんたがうちに来てからいろいろ賑やかになって楽しいと思ってる。どうした？ああ、そうかもしれないな。俺も頭打ったのかもな。あんたをかばったせいで。でも、俺らしくないって。じゃあどんな反応すりゃ俺らしいんだよ。あんたは俺のことをもっともらしく語るけど、勝手に想像してるだけだろ。あんたは俺のことを全くもって理解していない。でも時間をかければ相手のことがわかるのか。俺はそうは思わない。結局同じだ。どんなに長く一緒にいたってわからないものはわからない。相手が何を考えてるのかなんて心でも覗けない限りな。言葉なんて確証があるわけでも保証があるわけでもない。取り繕うことなんて簡単だ。だから相手のことを分かってるっていうのは本当に相手のことを分かっているんじゃない。ただ分かったふりをしているだけだ。そしてそれは俺も同じだ。本質的にはな。さあ。
そうだな。楽しい時なんてあっという間だ。魔法はいつか解ける。見合い写真だよ。俺は見ず知らずのお嬢様と結婚するんだとさ。見てない、興味がないからな。そうだ、別に。そしたらラッキーじゃねえか。別にどうも。どのみち写真なんかじゃそいつの人となりなんかわかるわけないだろ。あんたは俺に結婚してほしいのか。なぜ？そうか。俺には必要ないからな。さあな。遅い。まったく君は本当にノロマだな。ウサギとカメの。誰だ？